まあ、その後一体どうなったのか、じゃあなんでそれ遅れたのかと、すごい今罠が仕掛けられてたんですよ。どういう問題がまだありまして、どんなスクール化した方がいいんじゃないかみたいな話もね、やっぱり僕が言ってた通りほぼ行くことはないと、めちゃくちゃうまくスキームが組まれていたそうです。前の社長、その前の社長2人に一切罰が当たらないように。そうで始まりました、まちちゃんね。さあですね、もうこんな謝罪会見みたいな感じなんですけども、はい、重大な出来事が起こりました、はい、今ね、その外録チャンネルで同じ時間に今動画出てるんですけど、はいはいはい、僕の方で、まあ、そこでタデビ買収前に撮った動画だったんで、はい、まあ、その後一体どうなってたんだっていうので、あ、その大きな展開を、はいはい、ちょっとこっちで話そうかなと思って。 なるほど。なかなかまあ遅れに遅れたじゃないですか。そうです、本当にそれでもうやきもきしましたね。そうです。せっかくいろんな波があったのに、その波に乗れずにスタートしなきゃいけなかったという、うんうん、波なんですよ。いやいや、森田先生が言う波っていうのが未だに僕なんか本当にもう素人すぎて分かんないですよ、はい、とにかく波に乗ろうって。そうなんですよ。だから僕らがたじたじこう何もできない中、波2個来ちゃってたんで、もう2個来た、もう2個来てましたから2個逃したんでね。何も分かりません。だから普通に再生数5倍ぐらい違うと思っていただければ。はい、言ってくださいよ。それ言ってた言ってくれたらいいのに言ってた。でまあまあ、はい、そういう感じだったんですよ。そうですか。だから僕は例えば買収しましたは波の時に出してるんで。あ、なるほど。だからあっちは8万9万再生ですけど。すごいですね。でもやっぱ波が去った後に出したらやっぱり2万再生ぐらいだった。あ、つまり YouTube で動画を出す適切なタイミングがあって、はい、それに乗ってない今の例えばというこういう話ですか。そうですね。だからずれてる時に出すと結構大変だね。難しいですね。難しいです。なんかそれって何ですか、やっぱり自然発生的に何か偶発的に起こる波、まあ、いろんな、はい、そういうのがあったりするんで、じゃあなんでそれ遅れたのかと、はいはい、いうのを、ね、話していかなきゃいけないんで。そうですね。ちょっとね、総先生やっぱ本題に入るまで長いっていうのがあるのでいやいやそんなことないよ。西先生と本題に入るまでめちゃめちゃ後半まで喋んなかった。いやいや、そんなことないですよ。でなんで遅れたのかなんですけど、うん、すごい、まあ、罠が仕掛けられてたんですよ。どういう？まずですね、はい、ただよび出版って会社があったんですね。それはありました、はいはい、でその出版っていう会社がつまり著作権を持ってる状況で。そうなんです。なんでこっちもし動画出しちゃったら、うん、そのただよび出版の持ってるものの著作権を僕らの動画が言われちゃったらそれは危ないと。そうです、はい、ただよびの授業動画っていうのは授業動画であるんですけど、この授業動画の根拠となった教科書、まあ、テキストが全部別の会社が著作権を持ってる形なんで、はい、授業動画を出すと同時に著作権侵害が同時的に発生してしまうという。そうそうそう。でもまあね、買収といいますか破産手続きっていうのはただよび事業、まあ、授業ですか、はい、を買い取るという話で進んでいたので、うん、テキストをどうするんだと。そうそうそう。ここでまあどうしようもなく動けなくなっちゃったんですね。そうなんです、うんうん、こんな罠が仕掛けられてるとは。いやいや、そう、罠ですね。本当に罠だよね。で、まあ、その著作権を放棄してもらうまでにまた時間がかかったとそうなんですよ、はい、これまあニコイチで動かないと実際は買い取ったところでこっちのただよびを運営できないと、はい、ということはまあ合理的にはテキストを販売しているただよび出版の方も、はい、まあ、ニコイチで動いてくれないといけないじゃないかという、うん、ここでまあ承諾を得ないと前進めない状況になったわけですよね、はい、ただまあ承諾を取り付けるのにやっぱりいろんな連絡がやっぱありますし、法的な問題も絡んでここでやっぱりね、こうもたつくわけですよ、手続きが、うん、すっといけば森田先生のおっしゃる波にうまく乗れたところを、そうそうそう、ここでまあ波乗りできないという歯がゆさまいて伝って、もう我々も内心じくじたろうもハン君も歯がゆい思いの中でなんでこんなに遅いんだっていうね、そうこういう状況だったでね、いよいよ買い取れたんですけど、はいはい、問題がまだありまして、どんな教材って物理的にあるんですよ、うん、物理的に、はい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 、とんでもない数あると。いや、もう本当にその通りです。その在庫どうすんだって、はい、いや別にそんな在庫の方がありゃいいじゃんって思ってるかもしれないですけど、保管する場所にお金がかかるんですね。そうなんですよ。いやいや、もう100冊200冊、はい、もういやいや1000冊2000冊だったらまだいいですよ、うん、まだいいです。そんなゼロの数じゃないんですよ。こ
これ何ですか、万いくんですもんね。プレミアムでやっぱり ものすごいこうなんていうかな、はい、ユーザーが大量にこう登録してくれて、はい、売れに売れるっていうことを見越したってことですね。そうなんじゃないですかね。やっぱりオーダー来てから発注かけてくださいよそれなんで最初に何十万冊とかとんでもない数すっちゃうの。そうなんです。だから保管できないと、もうここにね置いとくわけにもいかないし。そうです、どうしようもなくなっちゃうわけですよね。でだから販売経路も当然ないわけですから、今こっちにはね、はい、何もないんで、はい、それをまず作らなきゃいけないと、うんうん、 そうですね、その問題もある。でそれを、うん、まあ、すごい多分安くしてね履けるかなんかしないといけないっていうのもあるんで、 その作業もやらなきゃいけないし、うんうん、いや難しい。定価は決まってるし、この価格で販売していたという過去はありますけど、はい、まあ何せ申請ただ日なんでね、はい、それもまあどうかっていうので、いくらかこう安くして、はい、送料がかかりますんでね。そうですね、まあ、そういったことだけでもうまくこう便宜を図りたいという、うん、こう思えば意思決定があるんで、うん、もう何かとね変えろうと思うと何かの障害が、麹島大師っていう言葉があるんですけどね、まあなかなか難しいんですよね、はい、で切って捨てちゃうとか燃やしちゃうとかね、うん、もう環境に悪いことをすることの方が安くなるわけですよ。逆にそうなんですよ、ね、だからそれをねどうするのかと今。いやでもなんか欲しがってくださる方だって、プレミアムが今ね、はい、徐々に順次アップロードされてるじゃないですか。そうですね、はい、まあ、テキストを欲しいっていう方もいらっしゃるわけで、うん、それだったらまあせっかくだったらちゃんとこうお譲りした方が良くないですか、はい、そうだと思います、うんうん、なんでその辺をね、まあ、どういうオンラインの販売経路で出すのかとかも今考えてそうなんですよ。それでなんか森田先生、まあ、ようやくですね、ただやびの販売経路も含めて、はい、その情報が整理された形で発表できるホームページをですね、あーそうですね、まあ、今一生懸命作ってるんですけど、はい、まあ、来月だとか、うん、まあ、年内いっぱいだとか、これちょっとねまだまだ具体的には分からないけど、まあ、近くおそらくは完成するだろうということなんですね。大変なんですよ本当に大変。いやホームページってすぐできるんじゃないんですか。そんなもんじゃないんです。いや森田先生の実力を持ってすれば、いや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 2日ぐらいでできたりとかないんですか。いやホームページでだって100万出して作ってもらったホームページも全然みたいなこととか普通にありますよ。100万円もかかるんですか、あれ作るのに。100万出したことありますよ僕は。それででもその事業自体潰れちゃって、もう本当に100万円ただただドブに捨てたこともあります。僕ホームページビルダーになります。それだったらもうそれで100万円ごめんなさい、ちょっと興奮してよだれ飛んじゃったけどそんなに大変なんですか。大変です。なかなかはなのに、うんうんうん、ホームページ良くなったんだろうなみたいなコメントとか来るわけですよ、うんうん、ああまあそれはもうね、やっぱり視聴者の方はやっぱりそれはそれでやっぱりいいものになってないぞというね、改善点だから悪いように取っています。いやそれはそうです、まあまあただなのにくれくれとかひどいでしょ。もうただまあいろいろ努力してるわけでね、はい、近々皆さんホームページもちゃんと整理整頓された形で発表できますので、ちょっとねお待たせしていろいろねもろもろ申し訳ないんですけど、まあ、寄付口座、はい、そうなんです。ちょっとお願いします本当に。もういやこ今の時点でも、はい、もうねただやびのことを応援してくださる有志の方々が、はい、聞くところになんかすごい高額を寄付してくださった方がいらしくて、ね、はい、本当にありがとうございます。ちゃんとただやびの動画の方で、はい、お礼動画出します。そうなんですよ、はい、だまあこれはちょっとねありがとうございますと一生懸命もう、はい、それこそもう命かけて頑張ってますので丁寧に作っていきますので、はい、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします、ね、はい、でまあいろいろマネタイズもしなきゃいけないんで、今西先生の動画の編集とか、はい、今も僕打ち合わせしてましたんで、はい、どういうふうにやっていくかとか、お金はかかるんですよ。いやもうね本当にこれ皆さん多分ご存知じゃないと僕が言うのはあれですけど、ちょっと会議と会議の間に本当に5分ぐらい時間があるとするじゃないですか。その僕なんかちょっとトイレ行って手洗ったりとかね、ちょっとこう、まあ、コーヒー飲んだりとか、彼もずっと電話したり、そのなんていうのかな、こうタブレット触って変な動画でも見てんのかなってこうちらっと見てるちゃんと仕事をしてるんですよ。真似したくないし、ね、本当余裕がなさすぎるというか、うん、大変ですよ。やらなきゃいけないこと大量にあります、うん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 、そちらしたいのと、あとはまあマネタイズの面ではね、やっぱスクール化した方がいいんじゃないかみたいな話もね、はい、出てますからね。そうですね、もうなんとか例えばそのものを持続化可能な状態にするにはどうしてもそれにかかる費用だとか、うん、もう健全な意味でこう支える資金が必要なわけ で、ね、これどこから持ってくるのかっていう、うん、どっかの会社がずっとね血を流し続けるっていうのはもう全く健全ではないので、うん、なんとか自力で運営可能なね、それをなんか考えないとダメなんですよ。それを今ね学校化という形で、まあ、模索をしてるっていうのが、ね、実態なんですね。で動画ね塾とかで使ってもらうとか、そういう学校で使ってもらうとか、うん、いろいろな、まあ、形はあると思うんですけど、いやもしかしたらいろんな塾の方が興味を持ってくださってる
るかもしれないじゃないですか、ね、いろんな先生がいろんな動画必死で作ってるわけで、こういう資材といいますか眠らすってことはもったいないんで、うん、まあ、塾と簡単に言ってもやっぱりどっかねフランチャイズで経営するとなると膨大な費用がかかるわけですよね。ただびをうまく使ってくれるとなると、ここもコストとしては非常に低く済むので、うん、なんかねやっぱりね考えてくださってる方、これ今の時代やっぱりね共に教育を普及させていこうとする志は同じですからね、ぜひ手と手をちゃんとねあの取り合って組んでいけたら、そうですね、ぜひそういったことも考えているということで、はい、あとはそうですね、スポンサーですよね、普通にもう動画に ね載せていただけるスポンサーだったり企業案件だったりお待ちしておりますので、なんかあのユーテラには来たりもしてるんですけど、なかなかうまくいかないものも、いや動画とのそれ親和性ないでしょうとか、いろいろ、はい、スポンサーなるほど、これね本当にね僕ね森田先生今まで気がつかなかったんですけど、はい、僕ちょっと自分の話で申し訳ないですけど、はい、ブログやってるんですよ、はい、もう誰も見てくれないブログなんですけど、でそこにね広告を出しませんかって、簡単な企業案件というか、はいはい、それがなんか僕はだから受験生に向けて頑張れってこう、うん、エールを送るブログなんですけど、うん、そこに来た企業案件が、うん、化粧水かなんかね顔に塗るとね誰もがツルツルに滑るっていうね、滑るものすごくよく滑るっていう商品の紹介をしてくれっていう、これ本当なんですけど出せるわけないじゃんそんなの。総刑事のブログ見てたら滑りまくるなんか商品が出、こんなブラックユーモアあります？どうしよう、面白いから受けようかなってちょっと思っちゃった。みんな合格だ、ツルツル合格だ。本当にそれはまずいだろうって、そういうことなんですよ。だから親和性がうまく取れないっていうのを、企業案件だから全部ねじゃあ受けりゃいいっていうのでもなくて、繊細なね検討があるわけですよ。そうこのチャンネルだってほとんど断ってますからね。あ、そうなんですか。ほぼ返事してないです、はい、ほとんどもったいな。課題呼びの方にもお待ちしております。はい、あともう一個あったわ、そういえば、はいはい、破産した人たち、破産した人たちじゃねえや、あの債権者たちへの、はいはい、集会あったということで、その辺の話も聞きました。そうですか、はい、情報も聞きました。あれそれは、はい、やっぱり僕が言ってた通りほぼ行くことはないと。いやそりゃそうでしょう、はい、まあ、なんでなんだ、まあ、コメントで実はもう来てたんですけど、それも税金でどうせ持ってかれるんだろう、はい、正解。売買してるとそこに税金かかりますから、会社の売買だった事業売買、ゲーム事業売ったりとかいろいろやってとか、貸し付けとかいろんなので、まあ行かないだろうと。僕エデュプランニング払ったお金もまあ行かないんじゃないかみたいな、前のその運営会社、銀行出身の方だったんで、めちゃくちゃうまくスキームが組まれていたそうです。前の社長、その前の社長2人に一切罰が当たらないように、一切罰が当たらない、一切刑罰が下らないように全てスキーム化されていたそうです。うわ、個人的に自分が保証になってるみたいな話を我々聞いたじゃないですか。はい、なんかもういわゆる5億とかもう無駄に使って、そう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 、もうこんなん刑事事件だろみたいにみんな言ってたけど、そうそうそう、一切問えないそうです罪を。全部うまく、そこはやっぱお金のことに関してはそう、銀行畑出身だったからうまく作られて。怖いですねその話って。やっぱ計画倒産ですよ。だからこれは怖いなその話、はい、責任を取らなくてもいい、まあ、株式会社との本質的にね、まあ、有限責任の原則っていうのはあるんですけど、うん、それにしたってやっぱりなんだかこう感情的にはことが済まないですよね、はい、だから5億遊んで一切責任を問われないっていう方法があるっていうのも問題だと思いますけどね。本当ですね、抜け道が存在してるっていうのも。いやそう教えてほしいぐらい詳しくは僕もよくわかんないですし、はい、それ言って真似する人がいても嫌なんで、詳しくはここへっていうのかと思ったら、いやびっくりした今クリックしそうになりました。やめて。あ違う、詳しくは言えないし、うん、分からないし真似もしてほしくないし、でしかも初めてじゃないらしいっす。えちょっとそうなったらなんかある種常習性というか匂いがしますね。そうそう、だからもう仕組まれてたっていうか、もう経験済みのものだったっぽいですね。ちょっと待ってください、これ新たな展開があるかもしれませんよ。この後さらに捜査が入る可能性っていうのはね、してほしいんですけど、まあ、なかなかすごいスキームだったらしいですよ。そうなんですか。いやちょっと森田先生のそのなんかもう猟犬のような嗅覚を利用してですよ、この後まあ警察ごと巻き込んだような巨大な波をやりますか。はい。すごい終わり方ですけど、こんなのでいい。はい、ということだそうです。僕も今日聞いてびっくりしました。いやびっくりしました。いや本当に完全なだったそうです、はい、ということでした。ご視聴ありがとうございました。寄付お待ちしております。健全です私は、ね、はい、はいはい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。